レカ族は旧アルバニア王国の王家だったゾグ家の家長。王政支持者からはレカ二世と呼ばれている。アルバニア王太子レカ一世とその妻のスーザン・カレンウォードの間の一人息子として南アフリカ共和国のヨハネスブルクで生まれた。アルバニア亡命政府は王家の後取りとなるレカをアルバニア生まれにするため南アフリカ政府から一時的に分辨室の活動を受けて 出産が行われた。名前は、エジプト大統領アンワルア、イコールサー、祖父ゾグ一世、依頼皇帝、モハンマドレザー、そして、先例の大父である、ベルギー・オーボードアンにちなんでいる。ムシジベは、ズール語の貴人の尊称である。ヨハネスブルクのセント・ピーターズ・カレッジで教育を受け、2006年に、サンドハースト王立陸軍士官学校を卒業した。 ペルージャ外国人大学でイタリア語を学んだほか、アルバニアのスカンデルベク軍事アカデミーの訓練生課程を修了している。アルバニア帰国後の2005年、シチ,チレカ一世が当初を務める国民発展運動の青年部を創設した。2007年よりアルバニア外務省に入省し、2009年には同国内務省に移った。2016年時点では外省の顧問を務めている。 2010年にアルバニア人女優のエリアザ・ハリアと婚約2016年10月8日首都ティラナで結婚式を挙げた。2011年の父の死に伴い王家の家督を継承した。また同時にスカンデルベク騎士団の総長職も引き継いだ。ウィキメディア・コモンズにはレカゾグに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。